違う違う違う。あ、くっそ、そういうことか。なんだっけ、ここは、うん、そうだね、お前ら鬱陶しい。そう、戦列班シルフ、シルフ、アイスニードル、シャープネス、ジャープネス。こいつらはね、こいつらは危険な呪術じゃねえや、実技を打ってくるからね。あ、いちいちやんなきゃいけないのか、これ。なんだっけ。楽しげな歌だからアーチェのテーマだ。違う。こっちこっち。アーチェのテーマ、アーチェのテーマ。アイアンゴーレムとディープレイプドモンク。あー、ここ、あー、ザン。おー、戦列派。やめろー、やめろー。痛えんだ、それ。相当痛えんだから。バカ、戻るな。あー。あ、それはいいよ、別に。そんなにないよ。いけ、おじいちゃん。ドーン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 。ほう、戦列派。やめれ。あ、でもクリスだけは痛い。ダメだって。あ、もうそう。呪文は封じられている、ざま、ざま。戦列派。マックスウェル。ドン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 、よし、真空裂破、あ、違う、真空破山、真空破山、こいつ相手だとあんま通らないんだよ。多分属性ダメージの方がいいんだろうな、アイアンゴーレムは。いや、もうね、ディプレイブドモンクが強い。てなわけで、今回は今までちょっとね、全然喋っていなかったということもありまして、なるべく喋って、実況らしくやろうというところで頑張っていきたいと思います。今回のテイルズ・オブ・ファンタジア。間違えて階層下がっちゃったから、アーチのテーマを流さなきゃ。そうそうそう、これ。たーん。さあ、来たな、またディープレイブド・モンク。あ、キササメ。あ、届いてない。やめろ、危ない。あー、撃たれる。サイクロン。あー、やばい。痛い、とにかく痛いな、サイクロン。おお、なになに、なに、ヒール、ヒールしてくれんの。ウンディーネザクション、ナース。あ、いいね、うまい、ナース、うまい。いいよ、連続攻撃だ。連続攻撃によりだいぶいい感じに動ける。だが拘束時間が長い。よっしゃー、ちゃったらちゃったーん。さあ、とっとととっとと上行こう。これもう前回やったのと同じことだから、いや、これが今前回なのかわからないけど、ほう、戦列さ、とっととあいつらをぶん殴れ。ああ、いいね、守備を下げるよ、守備を下げるよ。シル、まあ、アイアンゴーレムは後でいいから、とりあえず違う、そうじゃない、ダメだって。ああ、もう痛い痛い。コガーザン、よし、まずいまずい。コガーザン止めるなりなんなりしようぜ。よし、回復して、ほう、戦列派だとちょっとこっち、あー、チェスターが、チェスターが、チェスターがっつったか今俺。クラスだよ。あ、何言ってんだよ、こいつはクラスだよ。よーし、いいぞ。このね、いいぞってよく言ってると思うんだけどね、決して陰夢用語じゃないかんね。ただいいぞっつってるだけだからね。静かな歌。静かな歌だから多分ね、宝箱だよ。プロテクトリング取って、なんだ、静かな歌だから、所
ところであの道中のふわふわしてるのは何なんですかね。ウィル・オー・ウィスプ的なサムスですね。ウィル・オー・ウィスプといえばぷよぷよじゃないか。ぷよぷよ2な、好きなんだけどな。あのフィーバーより前のねぷよぷよ2ぐらいの絵が実は好きなんですけどね。イフリート、さあイフリートさんやっておしまい。アーターも出てくるまでに時間がかかるんだ。サイクロン、ジョーカー、チクチクチク。そうでね、クレスが TP ポンって増えるんですよ。回復量が、あ、ニュースペル、回復量が他のやつよりめっちゃ多いのはなんかたくさん薬使っていただいたから。オレンジ組の在庫がないな、厳しいな。ところで何を覚えたの。お、ディスペル、味方の状態変化を解除する。はあ、ビーフ TP がないだったらフルーツジュースの出番だな。私の番だよ。よーし、落ち着いた曲ってのはどれのことだい。これはそれか、一緒か、これか。これは決して落ち着いてない。いけ、あ、ルーンボトルさん、ルーンボトルさん、ノーム、ノームだった。タラタタタラタタ、秋さざめじゃない、秋さざめじゃないんだよ、違うんだ、秋さざめじゃないんだな。では、おお、戦列派って言うから、当て、当て、当てにくいんだよね。だもんで、大残傷とかがいいんだけど、真空破山をね全然使えてないなって思ったけど、別に真空破山あれか、パーセントないか、それじゃもうなんだっていい。収葬ライザーに戻そう。収葬ライザー使いやすいんだ。収葬ライザーのコガハザンのね有用性をね、もう最初から最後まで使っていける優秀な術技、術技でこれかって話で、これじゃないな、静かだけどこれじゃないな。収葬ライザン、おお、痛い痛い痛い、あ、ピヨピヨ解除、ピヨピヨ、あ、アーチがめっちゃ飛んできた。トラクタービーム、しかし呪文は封じられている。収葬ライザン、あー、両方ゴーレムか。アーチがえらいことになってる、アーチがえらいことになってる。でしょ、おがはちゃん、おお、戦列派。ああ、クラースが収葬ライザン、多分ねあれなんだよね、アイアンゴーレムは術技、術の属性ダメージのがいいだろうから、収葬ライザンのこの、違う、そっちじゃない、収葬ライザンのこっちがいい。でも鳳凰烈火とか鳳凰天空のがいいんで、収蔵ライザーの雷が強い。トーネードしてバーン、よいしょって。収蔵ライザーのばっかりやってると TP がなくなる。収蔵ライザー、収葬ライザン使いやすいな。いや、お金がうまいね、アイアンゴーレムども。お、いいね、クラスレベルアップ。さあ、静かな曲はどこにあるのかという話ですよ。宝箱があるんです。バジリスクの鱗もういらなくないか。話やボトルはありがたいね。
まだ使うの、バジリスクの鱗。これもあれかい、攻撃品的な。収装雷山、おお、戦列派。あたたたたた、はい、痛い痛い痛い。シルフ、シルフ、ね、それ、アクサガメ、サイクロン。よいしょ。収装雷山。ちょっと、そっち戻って。ああ、ミントがえらいことに。やめなさいって。ああ、ミントが。ああ、ミントに経験値が入らない。それは世知辛いぜ、おい。ライフボトルを使うんだ。ライフボトルをミントに使って、オレンジグミがなくなった。アップルグミはまだいっぱいある。からいっぱい使う。この曲か、これか、これ、これでないと困るんだよ。あ、これだね。これだ。絶対これだ。絶対に、ああ、違う違う。絶対にこれだ。という、いき、ああ。いや、収装雷山、収装雷山。おお、戦列派。おお、戦列派。ダダ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 、当たらない。シャープネス、はい、かい、チャージのな。あ、なに、ビリ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 、リカバー。おお、三角ボタンがいっぱい。シーフォーライダー、よしよし。まあ、後の攻撃は任せていいかい。ディープミスト、 TP がイフリート、イフリート、しかしね、この召喚のたんびに止まってくれたりするからね、一戦闘が長いんですよ。だもんでね、その今までなんとかの森とか、この前の洞窟とかでカットをものすごく多用しましてね、もうアイテム拾うところすらカットするような始末になっていたので、まあさすがにね、それはちょっとどうなのよという感じで暗き歌を望んじゃうわけですよ。だからまあ、今回ちょっとね、初心に帰っていっぱい喋る実況を撮ろうということで今やっております。一体どうなんでしょうね。もちろんね、カットが減る分ね、ゲームの進行は遅くなるんですが、まあね、実況という体裁を取ってる以上、痛い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 、喋らないとなって。本当に最近アテレコすらサボってんじゃねえかお前はっていうようなことだった状態だったのでね、それはさすがに実況動画と名乗るのはどうなのよと。ただファンタジアの話を見たい人用のプレイ動画じゃないかこれはっていうような感じだったので、気をつけたいなと思うわけです。いやー、でもね、戦闘ばっかでね、同じような戦闘がやっぱり続くんでね、カットしたくなるんです私。でもそのカットをお前させねえよっていうわけで、この収録中の私がこうやっていっぱい喋ることによって、編集時の俺が喋るじゃねえや、編集でカットできないようにしてるんです今。そう、今私は編集中の私と戦ってるんです。早い、ディープミストはさすがに炎症が早い。ご飯、アイストーネード。いやー、しかしね、さっきからメリウムがね、こいつファイアーエンブレムにいなかったかっていう感じがすごく、やめろー、すごくするんだわ。なんかファイアーエンブレムかなんかにいませんでした、こんな感じのキャラクター。ファイアーエンブレムか、あの聖剣伝説とか、あの辺にさ、ありがちなデザインなのかもしれないけど、ありがちとか言うな。いやーね、今この
のテイルズ・オブ・ファンタジア直接はあんまり関係ないけどね、7月9日10日のテイルズ・オブ・フェスティバル2016に行くことになりました。私ね、当選したんです。両日初めてのテイフェスなんです。ちょっとワクワクしてるんですがね、そういうイベントって物販って大事だと思うんですよ。でもその物販時点に全然興味がない私は今何をしてるんだろうって、今テイルズ・オブ・ファンタジアをやってるんですが、こう一人暮らしをするようになってね、イベントとか、まあ、たまに行くんですけど、やっぱり物をね買うことが減ったかなって、小物を全く買わなくなったなっていう実感がありましてね、ストラップ類なんてもう全く買わないからね、使わないからっていう理由で、同じ理由でクリアファイルとかもあんまり使わないから買わないくなったかなって、やっぱ実用性を意識しがちなのでね。なのでマグカップとかはね割と買うんですよ。コップとかね、実用系のアイテムというわけで、まあこの動画とは全然関係ない話なんでここまでにしますが、とりあえず楽しみですね、テイルズ・オブ・フェスティバル2016、生でヤング・オノサカが見られるぞ。さあ暗い BGM、 めっちゃ明るいの来たねこれではない、まずこれではない、わかんねえけどこれでもないぞ。収蔵雷山、物理、ただの物理だと通ってないんだよね、たまに。そうシャープネスで火力上げてくれるのはいいんだけど、はーい、スカッ、いいぞウンディーネ、ザーンザーン。さあというわけで今収録開始から17分と30秒が経過したんですが、全然進んでないねでもやっぱね、喋ろうと思えば喋れるんだな、17分って。これだな、 BGM これでツモだな。あとはアイテム取ったら行こう、ラピッドシンボル。でもこのダンジョン来てお金貯まったな、4万ぐらいは軽く貯まったぞ。これもう押さなくていいから、いやもうね、アイテム無視して上行きたいRPG にあるまじき行為のような気もするけどね。あークレスがピヨピヨした、動け早く早く、動け動けよ、あーヘロー、トラクタービームは痛い、よいしょ、装備後で変えるか。これ殴られて止まるってことがよくあるから、ここピオノンもね、森で拾ってるからさ、それつけよう。収蔵雷山、アイストーネード、このね、テイルズ・オブ・シリーズはね、サブイベントがめちゃくちゃいっぱいあるからね、サブイベントの時ってさすがに喋ってくれないんですよ、このフルボイスエディションといえど。でもそこでね、クラースとかね、クレスのアテレコをするのは別に構わないんです。ただミントとね、アーチェとかね、他の女性キャラクターのねアテレコをするのはね、やっぱり今でも気が引けるんですよ。このベスペリアやってた頃からずっと思ってるんですけどねちょっと気が引けるんです、お姉っぽくなるのかなって。たまにセリフと名前を間違えて全然クラースの真似をしてるつもりの状態でミントの声をやったりね、もうそういうことが頻発するの。とりあえずね、硬いお前ら、アイアンゴーレム硬いっすわ。もうTP ないからさ、でオレンジ組もないからさ、どうもしようもないわけですよ。だから頑張って。よっしゃー、さあ行くぞ。どうしようかな。
アイテム取り行こうかな。いや、行くんすけどね。もうちょいっと取って帰ろう。シルバーケープ。これシルバーケープ強いんじゃないの。何も変わらなかったけどね。うわー、おお、戦列か。よし、いいね。一撃でいけるのいいね。これTP 的にプラスですよ、この戦闘。フルーツジュースはいいけど TP7% しか回復しないってね。どうなのよ。フィットシンボル、ちょっと装備最適じゃなくてさ、 TP 最大 30% はもう上げてんだよ。まあ、TP ガン積みしてるのよ。これメンタルリングパワーアップできないかな。こうピヨピヨハン持ってるからさ、ピヨハンにするのいいと思うんだよね。まあしないんですけど。今の時間なんだって話。いや、収蔵雷山。あ、そんな真ん中いかない、真ん中いかない。当たんないんだよね、それね。いぞおじいちゃん。どれが、誰が一番、あ、これひどい。これはひどいことになったよ。助けて。これはひどいっす、これはひどいっすよ。急に助けてあげて、で脱出して、よーしよしよし。やっぱサイクロン強いな。よーし、やっぱね、サイクロン2000ダメージぐらい安定しちゃっててくれるから強いんだ。天秤座、そして6階まで来たよ。今度何、メディウム。ここまで来ればあともうやってくれる。イフリート、これであいつの栄翔も止まるから。いや、テクニカルリングでね、テクニカルモードっていうか、自分で全部操作するモードにして戦ってもいいんだけど、やっぱね、装備枠を1個取るのは痛いなっていう思うわけですよ。で、今度何要求すんの。勇ましい歌。勇ましい歌、はあ、レジストリング。勇ましい歌ってなんだ。戦え、戦士よーみたいな。よいしょ。クソ歌は置いておいて。ディープミストの発言も早いな。いやーって。サイクロン。大丈夫。最近ダークソウル3とかね。アシッドレイン。テイルズオブアスタリアとかね。フェイトグランドオーダーとかね。そんなんで時間めちゃくちゃ食われてる気はしてるけどね。特にダークソウル3のね、時間泥棒感はすごい楽しい。ディープミスト。でもね、ダークソウル2の時にね、このアカウントとは違うもう一個の方のアカウントでね、初見実況をしたんだけどね、やったー、あちこちで荒れたもんでね、荒れたっていうか、まあ、自分が原因なところも多々あるんですが、ね、サイトを見たけど見てない感出そうとしたりね。
これは勇ましいとは違うな。まあ、いろいろあったわけで、3はやりませんでした。やらなくて正解でしたね。見たもん。めっちゃめちゃ見たもん。詰まったとき。あの手のゲームは初見っていうのはとてもね、とても大事な意味を持つんですよ。デモンズソウルの初見の時とかもワクワクが止まらなかったもんね。100倍にしてパワーになっちゃったもんね。さあ TP 消費が痛い。そして25分ノーカットでいけばもう今回このパートここで終わる。そんなんでいいのかな。でもそんなんかな。最初の頃ってそんなんだったな。何も起きないみたいだ。え、なんで。とりあえず一区切りつくまではやりたいな。ウンディーで。アイスニードル。シャンプニス。まあ時間も時間なので今回ノーカットするという心意気で今26分喋り倒したので今回のパートはここで一回終了となります。これも別に勇ましくはないんだよね。ブラックオニキス、おー、いいもの出た。なのでまた次回のパートで十二星座の塔再びやっていきたいなと思います。またあのカットカット祭りになったら申し訳ないけどね。まあそんなところでまた次回よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。早く倒して、早く倒して、もう閉めちゃったから早く倒して。